おはよう。かおりんさん、おはよう。はい、噛まなくなってきたね。今日は生放送を休んでですね、クロケンは大腸なんだっけ、大腸がん検診のポリープ切除なんちゃらかんちゃらはい、これです。これを怖がりました。これ今日の朝ごはんはこれです。その後お水だけを飲んで、いわゆる下剤ですねを、飲んだ後夕方に病院に行きます。なんかね、生放送を休んでっていうことだったんだけど、午前中に、下剤を全部飲み切っちゃいそうな感じなので、ひょっとすると生放送できちゃうかも。ケウリン出ますか？はい。はい、まずなでなでね。もう指で目やにも取れるようになったよ。顔触っても大丈夫なんだろうね。そう、昨日いっぱい遊んだからね、眠くなったんだね。昨日カオスさんをですね、外で遊ばせた時にだいぶハーハー言っていて驚いたんですが、考えてみるとですね、ケージの中生活がだいぶ長かったので、いわゆる走り回る運動っていうのをしていなかったと、まだ遊び初心者ですので、これから少しずつ、体力をつけてですね、猫らしい体を作っていこうと思います。だから最初はあんまりね、過激に遊ばないで、あと食欲と、水を飲む意欲ですねが、出てくるような気がします。そして今話に上っていたようにですね、熟睡していると、夜ニャーニャー、何か訴えるように泣いていたのがなくなってきたと、いい傾向だと思います。でその前になでなでがこうやって好きになってくれたのもすごくいいです。これひょっとすると急激にチャコちゃん現象を起こすかもしれないですね。すごく人に馴染んでですね、人好きになってくれたらな、なってくれたらな、なあ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 。はい、外で遊ぶ。どうする？もうちょっと撫でるか。
話をできますか。かおちゃん、はじめはずっとここのとここんな感じなんだよね。すごく外で遊びたいわけではないんだね。よーく見て観察して、そうだ遊ぼうってなるんだね。そうだ京都へ行こうなのね。そうだ遊びに行こう。かおりん、さあこれから下剤を飲む修行が始まります。まずはこれは薬を溶かしたお水です。これもゆっくり飲むんだったね。あれ？飲みますしか書いてない。じゃあ飲みます。ちょっとだけ甘みのある。あ、いっぱい濡れちゃった。あ、これ入れていい？うん、これも入れます。はい、なんかびしゃびしゃになってるよ、ここ下。うまや。さあ始まるぞ。ちょっと待って、ゆっくり少ししてから飲めばいいの。うん、これね、もう一回ちょっと振って、うん、それでは2リットルの、まあ、下剤ですね、これを飲み始めます。うん、味が少し良くなってるかもしれない、うん、いわゆるスポーツドリンクの味です。ちょっと濃いめになってるかな。
これをですね、1リットルを1時間でという配分で飲むそうです。これ最初のうちはね結構軽快に飲めるんですけど、だんだん飽きてくるとね、でもきっちり飲み切りますよ、じゃないと結構辛いので、腸の中をすっかりきれいにします。はい、下剤を飲んでいろいろあって、そしてだいぶ落ち着きました。あ、ハチ逃げちゃった。そりゃ、我が家はまるで動物園のようにあちこちに、あれどこだ、ここか、あ、危ない、はい、そして、これでですね、病院に向かって今日の夜ぐらいには帰ってくるかな。じゃあカオリンが一緒にやってあげるよって、カオリンさんはだいぶ慣れてきたね、外でもくつろげるようにでもまだなってないね。さあ、クロケンおじさんはこれからですね、明日1日ぐらい絶食になります。今日と明日2日間の絶食、明日の夜ぐらいに何か食べてもいいのかな。だいたいもうだいぶ前にやったやつだけど、手術終わった後は丸1日食べないでみたいなことだったと思うんですよね。なので空腹との戦いです。頑張ります。頑張ります。はい、かおりんちゃん、ただいま生還いたしました。生還というのはですね、今回のポリープは巨大なやつが取れてしまいました。巨大ということは育ってしまったということで、5年ぐらい、切除には行ってなかったんですけど、大きく育ってしまったものにおそらく、80% くらいの可能性で、初期がんがあるだろうという話でした。びっくりでしょ。でも、ポリープですんで、根こそぎ取ってしまいましたので、それは、大丈夫なんですよ。2年に1回は、検査をしなさいということをきつく言われてまいりました。結構かかるんですよね。でも、そうしないといけないそうです。稼ぎましょう。で、このようなですね、ゼリー状のものはもう今日から食べていいそうです。そういう意味ではずいぶん昔に、切除した時は確かね、その日は絶食だったはずなんですけれども、なんかいろいろ変わったんですかね。よいしょ。これとか、まあ果物のゼリーとかね、あとはジュース類も、牛乳を避ければいいそうです。プリンとかも食べていいそうです。まず、3日間、そのような、まあ要するに固形物のないものですねを、食べると。でその後も、重湯から始まってですね、徐々に1週間後ぐらいにようやく、通常に戻る感じですかね、なんだそうですよ。なので今静かなのはマオイママがですね、買い物に行ってくれました。私がじゃあいわゆるそのなんていうのジューサーみたいなちっちゃいやつがあるんですが、あの片手のね、それでスープみたいなものを作るという話をして、出ていきました。そんな感じです。なんて奇跡的なの。いっぱいいる、3人もいる。あずちゃんも来ればいいな。あずちゃんここにいるよ。あとポンちゃんはやっぱりちょっと居心地は悪かったのね。
あ、ここでも撫でられた。内科だね。幸せ家族。やっぱジャン君を中心に集うのね。感じでーす。そしてポンちゃんはここです。ポンちゃんそこ好きだね。うん、ずっとここ狙ってたね。皆さんご飯もらえる時間ですよ。ハンドルちゃんもご飯だからね。そしてカオリンだけはちゃんとケージに戻っていただけますか。はい、カオリンご飯。はい、どうぞ。お、えらい。えらい。だね、ダブシオくんと一緒だね。お利口さんじゃないですか。いい子いい子。うん、覚えた覚えた。よかったよかった。ポンちゃんもご飯食べてきたけど、ポンちゃん用はこれから置くの？一応ね、1個だけね、残ってるやつを1個にまとめて、うん、食べたい時があるから、この人たちが、うん、ご飯の用意の間やってて、で、後で綺麗なのあげる。はい、アンジちゃん。はい、アンジちゃんだよ。のりこさんね。アンジ、いい子ね、アンジちゃん。アンジさんは、譲渡会に行かないとね。うん、そうだね。